は私たち花井花です。よろしくお願いします。はい、黄色担当ゆずきももなです。桃色担当かやなゆきほです。紫色担当はるさしおんです。青色担当あおいココアです。赤色担当リーダーのさくらちひろです。はい、本日ついに花結びリリースでーす。私たちにとってね、ファーストアルバムとなる花結びがついにリリースされました。もうサブスクとかも配信されてるし、今日の9時には MV も公開されるし、もうテンションが上がって泣いちゃった泣いちゃった。ありがとうの気持ちが溢れて、いや本当に無事この日を迎えられたことを、そしてね、ここまで応援してくださった皆さん、本当に本当にありがとうございます。ありがとうございます。リリース日当日ということでね、一人ずつね、なんかどういう気持ちかみたいな聞いていきたいんだけど、もーなちゃんどうですか？はい、今日は皆さん来てくださって本当にありがとうございます。なんか本当にリリースを今もうすぐ花色は2年でやっとできて、本当に本当に形となって嬉しい気持ちでいっぱいですし、こうやってリリースイベントいっぱいある中、皆さん本当に来てくださってありがとうの気持ちでいっぱいです。これからも、いっぱい幸せを届けていけるように頑張りたいので、ぜひよろしくお願いします。はい、ゆきほちゃんはどうですか？はい、2年目、うん、でもうすぐもう3年目になるということで、うんうん、もういつぐらいに CD リリースできるかなって思ってたら、その2年目でね、できたっていうことで、やっぱ花いろはとして初めてのリリースだし、結構ね、不安なこともあったんですけど、やってみたらみんなたくさん来てくださって、すごく楽しんでリリースイベントに参加してくださる姿を見て、なんかすごいやってよかったなとか思ったし、自分自身もファンの方と一緒に なんていうんだろう成長できたかなってすごく思います。来てくださってありがとうございます。いいですね。しおんちゃんはどうですか？なんかプロモーションとかをすごい、うん、今日とか昨日とかからどんどん始まってて、あ、本当に私ってアイドルなんだっていう実感がすごい湧いて、なんかあんまり私多分アイドルっぽくないっていうか、ファンの人のこともう好きすぎて、もうなんか友達みたいになっちゃってるし、結構なんかアイドルっぽくないところとかあると思うんですけど、それでもこうやって私がアイドルでいれるのって、その応援してくださってる皆さんがいるからだし、それこそなんか友達とかも家族とかもすごい支えてくれてて、なんかそのおかげだなって改めて実感して、すごく感謝の気持ちで今いっぱいです。本当にいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。お母さんはどうですか？はい、すごい感極まるくらい本当に嬉しくて、今日もお店に行ってサインしてきたり、店頭に CD が売ってあるところとかも初めて見たし、大きいビジョンに自分たちの顔が映ってたり、今までこう他のアイドルさんのことを見てきて、あ、いいな、私もいつか入れたいなって思ってた、たくさんのこう目標とか夢が今回叶ってすごく嬉しいし、こんなリリース期間中結構長くてライブもたくさんあって、外もすっごい暑くて、今日もたくさん CD を取りに来てくれてすっごく嬉しい、嬉しいね、はい、こうやって夢を叶えていけるのもみんなのおかげだし、このリリース期間中すごいなんか辛いものだと勝手に思ってたけど、全然そんなことなくてすごい楽しくて、この花いろはメンバーでよかったって思うし、応援してくださってる皆さんのおかげで今日発売を迎えられて、あとちょっとリリースイベント続くんですけど、一緒に頑張ってくれたら嬉しいです。今日まで一旦ありがとうございましたいやー、そうですよね。なんか私はリリース自体はワンダービードというグループで何回もさせていただいてて、で花いろはになって初めて、そして初めてファーストアルバムを出せるということで、なんかワクワクした気持ちがいっぱいだったんですよ。なんか結構メラメラっていうよりもワクワクの方がすごい大きくて、でどうなっていくのかなっていう、ね、みんなもリリースイベント初めてだったし、どうなっていくのかなっていう気持ちですごい望んでたリリーベなんですけど、
なんかもう実際この発売日まで来てもう最高っていう言葉に当てはまるというか、なんかなんて言うんだろうな、言葉にならないこの最高の気持ちをみんなにも共有したいなと思ってて、この5人で一緒にリリースできたこととか、支えてくださったスタッフさんがね、もう夜遅くまで準備しててくれたりとかで、毎日のように続くリリースイベントにミツバチさんが足を運んでくれたりだとか、もう一つ一つのことがめちゃくちゃ身に染みて重く感じて、すごくなんていうの、すごく幸せいっぱいで一日一日を過ごしていくのがとってもとっても幸せでした。なんかね、よかった花いろはでって、すごいその気持ち、もうその気持ちに尽きます。とってもまだまだこれが私にとってはこのスタート地点といいますか、まず一作目でここでこういう結果が残ってスタートだねっていう、まだまだ私の目指してる夢には程遠い場所にいるので、本当にこれからもずっとずっと一緒に駆け抜けてくださったら嬉しいです。ここまでついてくだすごい大事なとこで聞いちゃったそこまでね、ついてきてくださって応援してくださって本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、そしてですね、皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、花いろはのファーストアルバム花結びがオリコンデイリーランキングなんと2位に輝きました。嬉しい、本当にもうこれは熱い中 CD を回収してくださったりね、日々リリースイベントに来てくださったり、もでもはオンラインでも買ったよって方もいらっしゃいましたし、もう一人一人のおかげで掴み取れた2位なので、すごいですよね、本当にやばいよね、なんか本当に嬉しいです、ありがとうございます。まだねウィークリーランキングも残っておりまして、この日曜日まではねリリースイベント続いていきますので、もう2位来たら、ね、もう1位を目指すしかないんじゃないかと思ってますので、1位を取る気持ちで最後まで駆け抜けましょう。はい、今日はねリリース日ということで、ライブもまだまだ続いていきますので、最後まで楽しんでいきましょう。それでは続いての曲聴いてください。闇の日ということで、ピエン公演をみんなでするので、みんなでね渋谷ということで歌舞伎町の女になってもなりますのでぜひ遊びに来てください。はい、そして8月31日は私の生誕祭が白金高輪トルネで行われます。 A チケット、 B チケット、現在発売中なのでぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、そして8月19日金曜日にはカンタースクエアホールにて花いろは2周年記念ワンマンライブがございます。イエイイエイ。はい、やっぱり2周年ということで本当に大事な日なので、ぜひ遊びに来てくださると嬉しいです。はい、もうリリース終わったと思ったらすぐね2周年ワンマンライブも開催されます。はい、ね休む暇はないということで、夏は花いろはと最後まで一緒に駆け抜けてくれたら嬉しいです。本日はねリリース日に集まっていただき本当にありがとうございました。最後までよろしくお願いします。それでは以上、私たち花いろはでした。ありがとうございました。